はいどうもポッカメです。今回もとある公園で生き物を探してます。見てこの落ち葉、秋って感じしますね。あ、いつもだいたい地面しか映してないのは周りが完全に住宅街だからです。人んち勝手に映すのはダメですからね。場所も特定されるし。ニレハムシがいる。欅の葉っぱにつくハムシですね。あ、今なんか台風が接近しているらしくてちょっと風が強いです。撮影しづらい。向こうの葉っぱにもいますね。葉っぱがスケスケになっちゃってます。ああやって硬い部分は残して表面だけ食べるんですね。模様が可愛いですよね。なんかの汚れに見えますが、あれはツツジコブハムシですね。あれもハムシの仲間です。動いてますね。あ、飛んでった。ツバメシジミがいます。羽の表が黒いんでメスですね。羽からピョコって出てる突起が可愛い。なんかシジミチョウってああやって後ろ羽を擦るみたいな動きよくするよね。葉っぱの裏に黒ウリハムシがいます。黒と黄色の非常に綺麗なハムシですね。お腹が大きいな。卵持ってるんでしょうか。青銅金はだいぶ減ってきましたがまだいます。アレチヌスビトハギについてますね。これ豆が網にひっつくと取れないから虫取りの大敵なんだよな。青銅金はこれも食べるんでしょうかね。お、なんかすごい色の昆虫がいる。なんだこれ、真っ黄色じゃん。これは見ての通りテントウムシですよね。ちょっと飛ばれると困るんで先に捕まえよう。飛ばれたら絶対見失う。はい、皆さんこのテントウムシ見たことありますか。すごく綺麗ですよね。このテントウムシの名前は黄色テントウです。黄色テントウ、そのまんま。族の名前まで黄色っていう、本当にそのままなことになってる。黄色テントウは本州から南西諸島に生息していますが、奄美と沖縄本島にいるのは亜種として分かれているようです。これは亜種ですね。体長が4から5ミリくらいの小型のテントウムシです。これはよく見ないと見逃しちゃいそう。特徴はすごくはっきりしていて、まず何にも模様がない鮮やかな黄色の上羽ですね。ツヤツヤしていてとっても美しいです。胸部と頭部は白色で、胸部には黒い点が2つあります。可愛い模様ですね。なんか平安の貴族感あるな。マロとか言い出しそうな。羽だけじゃなくて下面も黄色なんですね。ところでテントウムシって何を食べてるイメージでしょうか。七星テントウとかナミテントウがアブラムシを食べているところを見たことがある人は多いんじゃないでしょうか。テントウムシの多くは他の昆虫を捕食している肉食性です。また二重ヤホシテントウなどのマダラテントウの仲間は草食性で害虫として有名ですよね。じゃあ黄色テントウはどうかというと、そのどっちでもない菌食性です。要はカビを食べてます。特に植物の表面に寄生しているうどんこ菌の仲間を食べているようです。うどんこ菌類の中には野菜に感染してしまうものもいて、葉っぱを枯らしてしまうこともあるので、黄色テントウは益虫としても扱われてます。一口にテントウムシといっても、動物食性のもの、植物食性のもの、そして菌食性のものがいるなんて面白いですね。非常に多様に進化してます。真夏は休眠しているんですけど、秋になってまた出てきたので、皆さんもぜひ探してみてください。というわけで今回は黄色テントウを観察しました。テントウムシはちっちゃいけど、よく探してみると結構いろんな種類が見つかりますね。というわけで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。